さあ、始まりました。田辺の和室。始まりました。皆さんのリップクリームになりたい田辺です。水曜日。ああ、和室だから今日が水曜日だと、曜日感覚を保てる存在になりたい酒寄です。いいですね。いいですね。リップクリームも素敵です。乾燥いかや、ら守りたいって。そう、最近すごい、リップクリームいただいて。すごい。乾と塗っ燥ただけが？で。潤いが。すごい。でも今本当。日のリップもすごいんだけど、ちょっと味わったことない潤いだね。味わったことのない潤い。すごい、その表現初めて聞いたリップクリームで味わったことのない潤い。ちょっと田辺さん、そのリップクリーム、そのさ、キャッチコピーでさ、ポスターになってほしいよ。味わったことのない潤でもマジでこれは味わったことのない潤いで。い。今度貸すよ。あ、これこう直に塗るタイプじゃないじゃから。なくて。マジで、明日会おうか、明日。ちょうど今目の前にあんだよ。なんてとこの？ラメール。ラメール。ラメール。ザ・リップバーム。ラメール、ザ・リップバーム。味わったことのない潤い。あ、マジでこ本当れ、だ。それリップなの？すごいんだよ。いや、やっぱ味わったこ やっぱり、今、田辺さん塗ってるんですけど、味わったことない潤い。マジでこれすごいよ。あ、それでも、なんか、おしゃれだね。入れ物も。で、本当に味わったことなくて、甘くてスーッとする。美味しいんだ。でも、香料とかのじゃなくて、本当に、マジすごいんだよ。なんか唇の縦のシワもなくなる。一塗りで。それ助かるね。なんいっか、ぱいあるな。なんて。なんか夏めちゃめちゃ、なんか、冷房とかで乾燥するのかさ。なんか、こんなにジメッとしてても乾燥するから、それいいね。これも、共演した方からいただいたもの。ちょっと CM っぽく言ってみてよ。え？味わったこと始まったことのない潤い、ラメール。ない。いや、見えたよ。私の中で。私だったら買うね、今ので。だよね。届いてほしいよ、ラメールさんに。ラメルさんに、味わったことのない潤いってキャッチコピーどうですかって。いや、いいわ。やっぱ田辺さん、短い言葉うまいわ。うまいね。私も本当も。なんか、こう、簡潔に気にならせる。確かに、何それってなる。あれ そう。いや、上手だな。上手っていうか、なんか、多分、わかる。なんだろうね。頭に、使った瞬間に頭に、もうある程度構築されるのかな。考えに考え抜くっていうより。あ、私考えに考え抜かない。いセンスだ。や、そう、だからもっとこれで語彙力があったとき、これでもっと語彙力あったら私すごいんじゃないかと思ってる。も結構今の私のう、語彙力は相当低いわけ。言葉をあまりにも知らなすぎるから。語彙力を増やしたら、だから本当、中1で習った英語の単語力あるじゃん。あれぐらい。でも、なんだろうな。まあ、語彙力多い方がいいんだけど、多分語彙力さ、増やすとさ、もう、使いたくて、あえてそれ使い、わかる？私がよくやっちゃうんだけどさ、新しい言葉を覚えるとさ、もうそれ使いたくてしょうがないいや、そうなんだよな。の。そうなんだよ。もう、なんかもう、これ使いたいから、こういう、もうあって、なんか無理やりその、言葉使っちゃうそね。
そうなんだよ。だから知らなくてもいいのかなとも思うけどね。もう、あれ、だからあれで、四字熟語とか勉強してた時さ、学校で、もうなんかその、覚えて四字熟語使いたくて、唯我独尊なんてさ、もう、うん。普通に生活してたら使う機会確かないに、の使に、なんとか使おうと。う。うん。あ、なんか本当意味深長だよね、とかさ、なんか、そう。無理やり。買いたいよ。大体よね。まあでも語彙力を増やすのはとてもいいことだと思う。い私や、ほんともそう。そんなにないからいや。な。それでは今回のイラストを紹介させていただきます。今回はですね、島田さ私たちが、ドラん。あら。ゴンボールのキャラクターに、しかもこあれ、りがとう。前、ぼる塾チャンネルでさ、私たちがドラゴンボールのキャラだったらって言ってたやつ、ちゃんと当てはめて書いてくれて。いや、本当だよ。田す辺ごい。さん、やじろべえで、あんりちゃん、かりん様で、はるちゃん、ミスターここで、私が神様。ぴったりだよ。でも、こうイラストになるとさ、やっぱ私たち合ってるよね。合ってる。合ってるよね。はるちゃんとマミスジ。ターここちゃんと合ってたわ。合ってるよね。マジ、はるたミスターポポじゃない。マジで。はるちゃん、ミスターここだわ。うん、で、しかもさ、ミスターポポ、ああ見えて強いじゃん。そう。いや、はるちゃんもマジ、はるちゃんは、なんていうの、そういう、強いって、言葉が強い、はるちゃんの言葉って。強いって暴力的とかじゃなくて。突発的に出る言葉が強い。相手に、いや、これ褒めてんだけど、一撃食らわすのがマジでうまい。あ、だからさ、私たちが、こう、なんだろうな、ボールを投げるときってさ、なんかこう、あ、投げるの来るなっていうのがさ、多分私と田辺さんとあんりちゃんって見えるじゃん。はるちゃんってさ、この投球フォーム見えないんだよね。あれ？みんな。気づいたら、球がここに、私のグローいブにや、収まってる。もうマジで強いよ。すごいな。よくアンゲも感心してるもん。はるた、そこであれ、あの言葉出てくるのすごいわって。すごかったの。私、未だにさ、感動してるのがさ、はるちゃんがさ、自分が、わからないことあったときさ、それ授業で習いましたっていう。いや、ね、そう。あれすごいなと思って。あれすごいよね。こういうのが、はるちゃんはめちゃくちゃ多い。すごいよ強いよ。ね。そうなんだよ。だから考えに考え抜かれた答えより強いんで、そういうのって。そうなんだよ。だからそれを自覚した方がいいのか、しないままでいいのかっていうのはあるけど、自覚したらできないかもしれない。そうだよね。なんか、出さなきゃと思って発動できる技じゃないもんね。そう。でも自覚してできたらマジ強いなと思う。強いよ、はるちゃんは、本当に。はるちゃん強いよ。ミスターポポ。そう。ああ、弱いとかよく言ってるけど、一番強いんだから。はるちゃんは強いよ。強いよ。いいんだろうね。でも多分、なんだろうな。強いって無自覚なところもまあ魅力なのかもしれない。まあ、確かにね。田辺さんもやじろべえぴったり。いや、ぴったりだ。マジぴったり。え、マジぴったり。本当にぴったり。美味しいところではちゃんとやってくれるところとか、いや、わかる。せんず食べ過ぎちゃうところとか。いや、マジぴったり。あれや。ベジータと戦うときとかね。あそこマジでいいよね。そこマジ、ああそそここマジ。のベジタ二郎兵衛ほんとかっこいいんだよ。いいよね。いや、絶対あれで矢次郎兵衛ファン増えたと思うな。でも、ちゃんとやられるのもいいんだ。
そう、ちゃんとやられて、で、やじろべえの場合、絶対に、憎まれ口叩かれるぐらいの体力残ってるってところがいいよね。そうなんだよ。そう、必ずなんか悪態つくぐらいの元気さ残して倒されてるから、なんか安心できるんだよ、やじろべえは。いや、わかる。しかも、やじろべえさ、やられるとき、ふんどしさ、ふんど、あれ笑っちゃうんだよ、間抜ける。いいよね。うん。で、なんか、アンリちゃんのかりん様もさ、アンリちゃんってさ、その主人公に稽古つけるポジションめっちゃ合ってるよね。合ってる。わかる。いいね。で、私はもう、神様です。ああ、神様で。神様だから。神様だよ。神様だから。いいね、もうたいね。神様、ピッコロさんと、そういう非常に熱い関係のね、神様になうん。れて幸せ。またドラゴンボールの話をしてしまった。ああ、また。また結局ね。まあ、何回。もうずっと喋ってられるんだよ、え、で私もたさ、ち。またドラゴンボールの話。申し訳ないんだけど。え、もう10月からだよ、確か。もう、アニメ。楽しみ。え、もう毎週日曜かな。勝手に日曜だと思ってんだけどさ。あれ、なんか私も勝手になんか日曜日だと思ってた。多分だけど、逃そう走だよ中のアね。ニメが、多分だけど、逃走中のアニメが終わって、ワンピース前にドラゴンボールなんじゃないかとは思ってるよ。前と同じってことだよね。そう、スーパーと一緒で。まあえ、ちょっだってと、さ、誰がオープニングを歌うとか、エンディングも、誰？誰？予想する？誰？誰かな？想像できるだって。この前、川清さんでしょ？うん。誰だろう？誰だと思う？でも、最近さ、あれ、和田アキ子さんもなんか、アニメのなんかの主題歌歌ってて、それめっちゃ良かったんだよな。なんだっけな。力強くて確かに優しい。そう、だからそういう、そういう、鈴木雅之さんとかもさ、かぐや様歌ったりとか、そういうさ、大御所の。確かにいいね。私さ、おお、あ、でも大御所の人もいい。私、サンボマスターのドラゴンボールもちょっと聞いてみたい。ああ。聞いてみたい。わあ、元気出そうだな。元気出そうじゃない？めちゃくちゃいい。ちょっと聞いてみたいな。マキシマムザホルモンあ、のフね。リーザの、あ、よ F かっか、た F マね。F。ジ。F めちゃくちゃかっこよかった。パワなあ。フルって言ったらもう大黒摩季さん、あと、ああ、大黒摩季さんのも聞きたいね。だって、ドラゴンボール大までと。なんか、大黒摩季って感じする。あ、でもさ、エンディング？ああ。私さ、倉木麻衣のさんああ。のエンディングってちょっともうコナンのイメージ強すぎちゃうかもしれないけど、確かに。ドラゴンボールのエンディングもちょっと素敵なんじゃないかって確かに。思ううよ。わあ。聞きたいよ。あ俺のは歌聞き声たドいラゴね。ンボールのエンディング聞きたいよ。いや、わかる。めちゃくちゃいい。だって、コナンともめちゃくちゃ合ってて。見た私、いよ。絵と倉木麻衣さんの歌声が本当合いすぎて、めちゃくちゃ苦しくてさ。ちょっと曲名忘れちゃったから、後で送るわ、YouTube。あ、ありがとめちゃう。くちゃいいよ。わーい。いろいろ、わあ。どんな、え、で結局も。でも、でも多分決まったオープニングもエンディングも絶対素敵なんだよね。いや、そうなんだよ。ドラゴンボールはもうエンディング、オープニング両方素晴らしいことで、もういや、皆さんそ知ってる。う。いや、本当に。え、でもなんかさ、
今、たまたま横、目にさ、入ったさ、アンパンマンがやばくて。ちょっと今見えちゃった。アンパンマン、バイキンマンが赤ちゃんマンの格好をして、泣いてる。ああ、あらら、今、アンパンマンがさ、赤ちゃんになっちゃったよ。あらららら、ええー、何これ。あららら、ええー、赤ちゃん。で、申し訳ない。つい、電話みたい。いや、今、ええー、赤ちゃん、あらら、赤ちゃんマンが。え、すごいこれ。このアンパンマン神回かもしれない。はい、これ。ちょっと話ずれて申し訳ないんだけどさ。みたらしがさ、ついにさ、ドラゴンボールにさ、興味を持ってさ。そうなんですよ。しかも目の付けどころがいいよね。そう、息子みたらしがね、トランクスかっこいいって。すごいよ。こトりゃランクね、スで入りましたよ。ついにドラゴンボールの世界に。ついに、だってまだ何も見せてないでしょ。見てない。どっからトランク。トランクス、まあでもうちにね、ドラゴンボールの漫画とかさ、グッズとかさ、あるから、まあ、ドラゴンボールいつハマってもおかしくない状態ではあったんだけど、でもおかしいね、ピッコロさんのフィギュアさ、タカシって名前つけてさ、いや、たかしってなんで？なんで？タカシずっと遊んでたんだけど、ピッコロさんじゃなくてトランクスだったわ。たかし、でもたタかカしシ。もかっこいいって言ってたよね。そう、タカシもかっこいいしさ、でも、やっぱ何なんも知らか、ないたかしはさ、かっこよくないよね。怖いよね。何も知確からに。ないたかし、緑なんで。タカシは、タカシは友達で、トランクスは、このキャラかっこいい。いやだから、アニメもね、一緒に見れる。ね、楽いや、しでみもだトね。ランクスのこと知ったらさ、辛いよ、みたらし多分。トランクスってずっと辛くない？そうなんだよね。トランクスって、実はずっと、なんか、ちっちゃい頃のトランクスって結構お調子者みたいな感じだけどさ、その後のトランクス結構ずっと、ずっと辛くない？ほんずっとと臭さ。いんだよ。子供トランクスはほんとお調子もんでさ、ね、悪ガキって感じ。大人になったら絶望じゃない。でも全くすれてないというかさ。確かに。だって絶望で大人になったらさ、まず悟空も死んで、師匠の悟飯も死んで、とか。あ、でも世界線なのかな？あれもまあでもさ、そういう世界線があること自体が辛いよね。いまや、ず。そうだよ。で、悟空ブラックの時なんてもう辛いよ。田辺さんが前に切れてさ、前に切れてさ、毎日。田辺さんが前っていうキャラクターに切れだって、舞ってさ、舞さ、ドラゴンボールで小さくなったけどさ、年齢ブルマと変わんないんじゃないのってな。前さ、あれ、ドラゴンボール連載してさ、初期の頃からずっと出てるのに、ただ、ポットでの女にトランクス取られたって。だいぶ前から出てた、前。ホットでだよ。確かに初期から出てるけど。でもさ、だけどさ、ホットでの女だよ、舞は。めっちゃ笑った。でも、いや、でも、舞ってさ、すごい綺麗なのに、全く綺麗なことを、触れさせて、触れないんだな、このドラゴンボールって作品はってずっと多分みんな思ってたと思うのよ。確かに。舞綺麗だもんな。そう、めちゃめちゃ綺麗なのに、全くさ、触れないじゃん、綺麗なことに。確かに。確かにな。でも、舞か。くそ。いや、まあ、わかるよ。ブルマと父とビーデルさんは登場の仕方が、まあ、なんかすごい素敵だったから、素敵っていうかさ。舞か。でも、支え合ってた。しょうがないね。支え合ってて。もう、今から田辺さんが何か言ったら、田辺さんの方がポットでの女たち。いや、そうだよね。結局ね。
ついね、ドラゴンボールの。またドラゴンボールだね。今日ね、本当だいぶ喋っちゃったけど、あ一応今日考えてたの、じゃあちょっと、急いで喋ろうか。あ。ああ。今日本当は、初デートで行くなら映画館がいいって言われてるけど、実際どこがいいのか真剣に考えようっていうテーマで。いや、そうだよ。ショッピングモールじゃない？ショッピングモール。ね。ショッピングモールだったはずではあ、ないね。うん。で、これ、大人じゃなくて子供ね。子供の、子供？高校生ぐらいじゃない？学生？うん。え、じゃあ大人は？え？大人はどこ行きゃいいんですか？大人はもう、ご飯。ご飯。ご飯、え、それは昼ですか？夜ですか？夜。わあ。まあそうだね。昼っていうのもさ、だって仕事はって感じじゃない。だから、休日、あれか、休日に、初デートだった休日に改まって昼から始めるよりも仕事終わりの夜の方がいいよってことか。うん、さっと行って、さっと帰ればいい。まあ最初はそんなに気負わずってことかな。うん。うん。なるでほども、ね。鳥貴族とかがいいな。ああ、あんまりおしゃれすぎないところ。うん、ちょうどよくない？いつもご飯行ってるとこがいいよ。え、焼き鳥、鳥貴族、串から外さず食べてもいいですか？そのままこうやって。うん。そっ初ちのデー方がいいよ。ト。口から外すの嫌なんだけど。なんか、串から外す方がさ、ボロってか、なんかさ、こうやって飛ばピすよュンとね。かさ、アクシデント増えそうじゃない？ああ、やだ。ええー、私焼き鳥なぁ。キラキラした方がいいデート。いや、初デートで鳥貴族行ったら何食べようかなってずっと考えて。ああ、確かに。でもしかも二人だからさ、いっぱい食べれないね。だわから、か食る。べたいのを、自分の食べたいのを厳選して優先するべきなのか、向こうも、すり合わせていった方がいいのかとか。確かに。やっぱ鳥貴族やめよう。鳥貴族は友達と行った方がいいわ。あと、それからもう3回目のデートだね。うん。やっぱメニューがいっぱいあると何食べるか迷うから、もう一個しか、それおのおので食べるやつの方がいいわ。一人一皿ってこと？うん。の方がよくない？だから、カレー屋さんとか。うん、なんか食のさ、好みもまだわかんないうちにさ、これ食べたいって言ってさ、その人の趣味じゃなかった時、あれじゃない？それ考えたら、どこがいいんだろう。デニーズとか。デニーズいいじゃデニーズいいよね。デニーズん。ああ。いいよね。いや、フデァミニーレズスでと、いいと思うんですよ、私。わかる。私もなんかよく論争になってるけど、ファミレスいいじゃん。ファミレスいいあよと、ね。あ、いいよ。あと、ロイホ。ロイホもいいね。だってさ、食べた後もうちょっと喋りたかったらさ、まあ、おそ酒こ飲でむパ人フェだっ食たらべおる。酒飲めるしさ、デうん。ザートも食べれるしさ。ロイホのカレー美味しい。ロイホもね、私、ロイホのコスモドリドア。リア。コスモドリアすね。ごい好き。あれ、なんか、ちょっとレモンみたいの乗ってんのとかも嬉しい。いいね。そう、ロイホ。なんか、デート問題よくあるけど、正直、どこでもいいよね。もう、もっいや、ともう正直、どこでも、好きな人とだったら、どこでもよくない？ どこでもいいよね。初めてのデートでここ連れてくのなんて、思う人いる？お店、食べ物屋さん以外でああ。も？うん、ここってなる？なんないんだけど、私。あれ、私も全くなんないし、私はヒール履かないからあれなんだけど、ヒールとか履く女性の場合は、なんか、ヒール辛い時は先行っといてほしいかもね。確かに。なんか、サプライズで山登りでヒールとかだったらちょっいとや、サ辛いプかライもズと思っ山ちゃ登りは嫌だ。う。
山デート登はしりのない。デートする場合は、もう1ヶ月ぐらい前から行っていただいて、こちらも筋トレをしてって感じで。確かに。高級ホテルとか逆にさ、そんな膨らいんだけどって思うし。もうわかる。高級ホテルのディナーの場合は、だからさ、もうすごい夢見がちなこと言っちゃうけどさ、あ、でも嫌な人嫌なのかな。高級ホテルのディナーに行きたいんだけどって言ったときに、君に似合う、このワンピースを、なんつうの、ぜひこのワンピースを着た君と、このディナーを食べたいなと思ったんだけどって言って洋服もくれたら私は嬉しいんだけど。たら堂々といけるわ。まず服問題あるからな。あとなんか文句言える人ってさ、自分どんだけのもんだと思ってんだろうって。いや、どっ下に見ち？ろとは思わない。下あ、にデー見トがよ嫌よ。だってこと？こんなとこ連れてってとかさ、言う人ってさ、どんだけだと思って。それかもうよっぽど、そこで、あ、そうか、そこで嫌な目に遭ってなくても嫌って人は嫌なのか。あ、でもこちょれっと、は、高級店行く場合は、相手に一回そこ行っててほしいかも。私、自分が全くまだわかんないから。確かに。あ、でも楽しいのかな、好きな人となったら。二人でこれどうすればいいんだろうって、うろたえの。確かに、うろたえたくない、堂々としようとほしい。教えこうてほやしるいんだわ。よって、でも、う教えんてちくほは言しい。わないでほしい。結構。聞いてられないかもしれない。食べ終わってからが嬉しいかも。ああ、なんか、すごいって言うのめんどくさいから。ねもうボえ。だっタて。ン用意しとくか。もう、ボイスレコーダーにすごいっての、録ああ。音しといてさ、食べるの集中して、うんちくに対して良きところで押すって、すごほんとさ、身もい。蓋もない話するとさ、結局さ、気の知れた人たちで、ご飯行くのが一番いいかもしデートより？れない。もしそういうすごいとこ行くとしても、仲のいい友達と、わあ、ドキドキするね。まあ、でもそれ考えたらさ、やっぱりさ、初デートって映画最適なんじゃない？そうかもしれない。だって同じさ、映画見てさ、でも話題もあるしさ、1時間半から2時間ぐらいさ、無言でも済むしさ。確かに。映画が最適なのかもしれ映ない。画やっぱ最適だったのかもしれないね。わあ。やっぱすごかったんだ、映画は。ああ。確かに食べ物は映画だね。映画だよ。で、食べ物は、だと、初デートで映画のテンションもあるから、じゃあご飯もってなった方が、ご飯もあんま気にならないんだよ。確かに。だってもう、ご喋る飯ことだがけ目だと。的だからさ。確かに。やっぱ映画だ。ピザどう？ピザ。映画からのピピザ。ザ。あ、いいじゃん。ピザ。ピザいいよ。あ、ピピザザいいおしよ。ゃれだ。いいじゃん。でもほら、もう明らかに手づかみでも大丈夫だしさ。ピザにしよう。ピザだ。映画からのピザだよ。見えた見えた。でも結局だから、初デートは映画。結局ね。いやー、見えました。皆さん。ありがとうございます。ありがとうごありざいがまとうございす。ます。それでは皆さんも、これがいいっていう初デートがあったら教えてください。はい。あごりきがげんとうございよました。さようなら。う。さよなら。